サブライムテキストはプロプライエータリのクロスプラットフォームテキストエディタである。Python アプリケーションプログラミングインターフェースを備え、多くのプログラミング言語やマークアップ言語をネイティブにサポートしている。また、一般的にコミュニティによって作成され、フリーソフトウェアライセンスのもとに公開されるプラグインを導入することで機能を拡張することができる。サブライムテキストには、 以下のような特徴がある。最新の安定版であるサブライムテキスト2.0には2013年7月8日に公開された。初版からの変更により MacOS のレティナディスプレイに対応クイックスキップネクスト機能が追加された。サブライムテキスト2のインターフェースサブライムテキストのサードパーティーのパッケージマネージャーであるパッケージコントロールはプラグインの検索。 インストール、アップデート、削除を可能にする。自動アップデート機能により GitHub や BitBucket、JSON 形式のカスタムリポジトリからパッケージをダウンロードしインストールされたプラグインを最新の状態に保つ。また GitHub や BitBucket から Git や HG を使用してクローンされたパッケージの更新を行ったりパッケージの有効無効を切り替えるコマンドを提供する。 またパッケージディレクトリをシュブリムパッケージファイルにバンドルする機能も含まれる。特筆すべきサードパーティー製パッケージには以下のものがある。バージョン3は2013年1月29日にベータ版となった。公開当初はサブライムテキスト2を購入したユーザーのみが利用可能だったが2013年6月28日より一般ユーザーも 利用可能となった。ただし、最新の開発版を利用するには登録コードが必要である。サブライムテキスト3で新たに追加された機能の代表例には識別試作品とペイン管理がある。識別試作品を使用すると、サブライムテキストはファイルをスキャンし、プロジェクト内の定数や識別子に移動しやすくするための作品を作成する。ペイン管理機能では使用者は ホットキーを使用してペイン管を移動できるようになる。サブライムテキスト3は非常に安定しており、2016年3月22日現在、パッケージコントロールを使用しているユーザーの約80%が利用している。また、公式サイトからデフォルトでダウンロードされるバージョンもサブライムテキスト3である。ありがとうございます。